ティノ・エデルマンは、東ドイツ、カール・マルクス・イコール・シュタット県アンブ・フフ・ホールツ出身の、元ノルディック複合選手。ノルディックスキージュニア世界選手権では2002年と2003年の団体戦で2年連続優勝。2004年は、銀メダル個を獲得。2005年は、グンダー戦銀、スプリントド、団体戦金メダルと大活躍した。ノルディック複合。 ワールドカップへは2003年1月1日のオーベルホフでデビューし41位だったが、以後はワールドカップ B との往復で、B では高成績を残すもののワールドカップでは目立った、成績は残せずにいた。2005年ノルディックスキー世界選手権では、スプリント18位。2007年ノルディックスキー世界選手権では、スプリント11位。団体戦では、銀メダルを獲得。 2009年ノルディックスキー世界選手権ではマススタートと団体戦で銀メダルを獲得ノーマルヒルプラス1 0トルでは9位ラージヒルプラス1 0トルでは7位に入ったワールドカップ総合では8位と自己最高位を更新した2009から2010シーズンは開幕から好調で12月6日には リレハンメルでのラージヒルプラス 10km でワールドカップ初勝利を挙げ2010年バンクーバーオリンピックの団体戦ではヨハネスルゼック、エリック・フレンツェル、ビオルン・キルヒアイゼンと共に銅メダルを獲得した。ワールドカップ総合は5位と自己最高を更新、シーズン終了時点でワールドカップ通算一勝である。ありがとうございます。